はい、皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは、こちらの開墾植物、ボンバックスですね。学名は、プセウドボンバックスという名前になってまして、まあ、通称でボンバックスって呼ばれてるんで、今回はボンバックスという名前で、動画ではご紹介していきたいと思います。こちら の原産は、メキシコの、南部の方から、グアテマラとか、エルサルバドル、あと、ホンジュラスなんか中米の地域に自生している開墾植物になります。こちらの、育て方なんですけれども、置き場所は日当たりのいいところで風通しのいいところがいいですね。で、成長時期は、春から、秋になりますので、お水やりはそちらの時期で、冬はお水を切っていただくような形になりますね。で、冬になると、葉っぱは落ちてしまうんですけれども、光合成をしているので、冬で葉っぱが落ちてしまったからといって、暗いところに置いてしまったりすると株が傷んでしまったりダメになってしまうので、葉っぱがなくても日当たりのいいところに置いといてあげてください。で、一応冬は、水を切ってしまった方が、いいんですけれども、多少こう霧吹きなんかで少し湿らせておいてあげたりすると、根っこ自体が、少し生きているので、春に、芽が吹きやすくなったりするんですけれども、ちょっとそちらの方法はうまくいかないと株が傷んだりしてしまうので、冬は、一切水を切っていた方が安全かなと思います。こちらの、ボンバックスなんですけれども、枝をカットして、刺したりするのも結構比較的簡単にできるんで、こう枝を、こういうところ、これもカットして脇からまた芽が出てきてるんですけども、カットすると脇からまた芽が出て、ちょっと観葉植物みたいな感じで、結構意外と増やすのは簡単なんですけれども、挿し木した方はなかなか、太りにくいんで、太らせたければ、未生のものを、こう枝をカットしてカットしていくと、だんだん株元がどんどんこう膨らんでいくので、この枝も、伸ばしっぱなしよりは、毎年毎年カットしていった方が、下のこの幹の部分がこういう風に太っていくので、株を太らせたい場合はカットしていってあげてください。こちら、プセウドボンバックスっていうのは、プセウドっていうのは、似ているとか偽物のっていう意味なんですけど、一応ボンバックスっていう種類の植物もあるので、そちらにが元でそれに似ているっていうことでプセウドボンバックスって名前がついています。こちら のボンバックスは、開墾植物の中でも挿し木が簡単にできたりとか、比較的育てやすい植物かなと思いますので、ご興味ある方はこちら、学名はプセイドボンバックスという名前で出ていると思うんですけれども、ご自宅のインテリアとして楽しむことはできるかなと思います。こちらのシーズサーフのチャンネルでは、サボテンやアガベなど多肉植物の育て方をプロ生産者の立場からご紹介していますので、ご興味ある方はチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。なお、こちらでご紹介した植物はホームページでご購入することもできますので、ご興味ある方はそちらの方もご覧ください。どうもありがとうございました。